こんにちはか。こんにちは。ちょっとだけ配信をします。こんにちは。めちゃめちゃ急遽だけど、みんな来れてるかな。今日は何曜日だ？日曜日？月曜日？日か月やな。日や、日ショールームウィークって言ってるから日や。今日は日曜日なので、もしかしたらお休みの方は見れてるかもしれないですね。こんにちは。スマホはフリック入力派ですか？え、フリックってなんだ？いや、とフリックじゃないのはなんだ？お、今からカジケン行ってきますって、いいね。お、早速カジケンコラボ食べてる。いいね、いいね、みんな。いいぞ。あのですね、1000倍未満だと、1000倍未満?1000 倍未満。なんか、カタカナじゃないわ。点々多くてむずいな。1000倍未満。あ、1個しかないわ。1000倍未満だと、罰ゲームがあるので、それぞれチームにね。で、1位だとなんか多分いいことあるのかな。からぜひ皆さんにはチーム K2 の勝利を願って、たくさん食べてくださると嬉しいです。9月が始まったということは、カジケンさんとのコラボも始まったということなので、ぜひねえ。罰ゲームの内容気になるよね。あ、そう、1年はそう、カジケンの年パスだったかな、確か。最高なんだけど。カジケン大好き民としては、もう本当に最高の、なんていうの、あれ、最高の豪華特典なので。何枚食べられたか途中経過分かるのかな。分かりそうじゃない、分かんないけど、さすがに途中経過分かんないと分かんないよね。カードはゆきちゃんだった。ツイート見ました。ツイート見たよ。ちゃんとみきちゃんのね、なんかキーホルダーみたいな、みきがみおちゃんの持ってるあのキーホルダーね、ちまちょごりのやつ持ってね、食べに行ってくれて嬉しいです。ありがとうございます。そう、どれぐらいミキが好きか知らない人は、あの発表時の動画を見てくれれば、ミキがどれぐらいカジケンが好きかは分かります。はい、カジケン行ってきたけど、コラボメニューないし、カードもないぞ。あれでしょ、三河店かどっかがまだなんでしょう。なので皆さん、明日からのところもあるらしいので、三河だっけ、ちょっと教えてあげてください。皆さんに、もしかしたら今から行こうとしてるという方もいるかもしれないので、速報を求むです。カジケンはちなみにめちゃめちゃ時間かかります。伊藤さん食べるのに。昨日はしっかり寝れましたか？昨日ね、1時に寝て9時に起きるっていう、結構わりかしいい生活した。いい生活しました。 K2 のどのぐらい辛いか心配けど、みかん膳、みかんの剥き方でもやってたように、あの結構自分好みにねできるので大丈夫かなと思います。三河安城店かな、がもしかしたら明日からなのかもしれないので、今日行く方はぜひちょっとお気をつけて。三河安城店は多分まだカジケン自体はやってると思うんですけど、多分コラボのトッピングがないのかな。栄店は大丈夫でした、だって。なので今日栄にいる方は栄のカジケンにレッツラしましょう。
大盛り5分もかからなかったです結構本気で、あの一口5分だと思う。食べに行こうかな、行こう行こう。 K2 のトッピングしてください、ぜひ。 K2 に力を貸してくださいお、みかん全 TV さんからいいねが来ました、ありがとうございますお、辛くないそうです K2 の。まあいい感じのピリ辛だと思うので、ぜひそのピリ辛具合を楽しんでくださると嬉しいです。来週の幕張は何を着てるの？来週はですね、土曜日は生誕 T シャツ着ます、今年ので、日曜日は大人かわいいルームウェアを着ます。めっちゃかわいいんだよ。東京のお店は今日休みだから明日からだそうです東京の店舗は今日普通にお休みらしいです。なので定休日のところもあるみたいな、そうなので、それはここら辺も皆さんお気をつけてください。お、明日食べに行くよ、ぜひチーム K2 で伊藤美希ちゃんのカードをゲットしてください。油そば1杯は1時間は絶対にかかりますこれは絶対、1時間は絶対。FF さんによると神戸重機地点、住吉店住吉店は対象となってますが、誤表記で対象外とのことだそうです。ですです、これ結構大事ですね、神戸の方注意です。近くに店舗がないので行きません。あ、じゃあぜひ SKE 劇場に来た時に栄店舗とかに行ってみてください。初見さんもありがとうございます、遊びに来てくれて。あら、対象店舗の表記が間違っていて2店舗対象外だって、これはおやおやだぞ。来週楽しみだな、夢の国も行くから。めっちゃいいじゃん。ちょっとランド C どっち、ちょっと感想聞かせてね、絶対。そう、あの本当にスケジュールをやはり確認したところ、9月は本当に余裕がないので、もう一週目にやろうっていう、やれないのが一番怖いので、とにかく絶対に確実にやるために1週目にショールームウィーク持ってきました。今月はいつもだったらスケジュール見て、まあここが一番余裕あるかなみたいな、一番長く配信できるかなっていうところ絞って配信するんですけど、まあ今月に限っては本当に周年が待ってるので、リハーサルもほぼ毎日入ってるので、これは怖いぞってことで、もう1週目にやらせていただきます。なので明日も配信します。明日はなんだ、制服の目だから、公演の後にします。公演の後に配信します。お、周年コンサート神子で当選したよ。カメラいっぱい見ますカメラもいっぱい見ます。私はミキちゃんに会ってから夢の国に行きます。いいな、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 羨ましすぎる。毎日15分でも十分嬉しいです、無理しないでくださいね。優しい、ありがとう。でも本当にそうなりそうなスケジュール、正直正直1週目でもうそうなりそう。公演も全然入ってるし、けど明日はまだちょっと何も言えないですけど、午前中も全然予定あるので、午前中予定して、で制服の目して帰ってきて、あのみおちゃんとショールーム配信できたら嬉しいなって思うけど分かんないみおちゃんに一回 LINE してみます。バブルで送ってくれたオフショットの映画はかわいい。あれかな、カジケンの撮影のオフショットかな。
あれね、なんか終わりっていう、なんか撮影終わりですと言って終わりってやったやつか、あ、おいしいだったかな、なんか なんかがなんかね、最後の最後に1枚撮った写真なんだけど、あれ忘れちゃったんだよね、どんな状況だったかいろんな状況が思い出される。終わりか、おいしいか、上手だねみきちゃんポーズわーなのか忘れちゃったけど、なんか嬉しいことがあったなと思います。インスタのストーリーにも載っけたんですけど、やっぱみんなが保存できたらいいなと思ってバブルで送りました。あ、そうです、明日は結局なので公演より全然後なので、まあ9時は過ぎるかな、絶対21時は過ぎます。そうね、今月は公演も少なくなりそうだね、このリハの状況だと。なので皆さん一回一回集中して来てくれたら嬉しいです。周年婚支払い忘れないようにしないと、大事大事大事。早くもミレータンロスですね。一応ミレーは8月31日で卒業ってなってるんですけど、ミキはまだ卒業してないと思ってるあのやっぱ9月15日卒業公演あるので、ミキそれまではもうミレーのこと普通に、卒業したしてないとかじゃなくて、まあしたんだけど、一応やっぱ卒業公演、あのドレス姿をミキは見て壁医者外しをするまではミキはもうミレーは、え、壁医者まだあるよね、そう壁医者まだあると思うんだけど、あれを外すまではミキはミレーが SK48 のメンバーだと思ってるので、だから SNS もミレー卒業感全く出してないいつもだったら同期が卒業したり、あの先輩が卒業されるときになんかブログとか書いたりするんだけど、ミキはまだ全くミレーのことを卒業したと思ってないので1ミリたりともまあそれを受け入れたくないみたいなところももしかしたらあるかもしれないんだけど、ミキの中で、まあ、けどそう、ミレーはミキはまだ10期生、まあ、卒業しても10期生なんですけど、そうで、まだ見れば SKE のメンバーだと思ってるので、卒業したっていうあれはあるかもしれないけど、やっぱ卒業公演してないですし、ドレス姿を見てないですし、壁車外しを見てないので、そうなので SNS はまだ上げてないです全く。けど前日とか当日はいっぱい見れの写真上げたりしたいなと思ってるです。あと3分で終わりだって。あ、周年婚の支払い今日までだって、みんな大丈夫？みんな大丈夫大丈夫？今日までだって。9月も可愛いミキのカレンダー見てにっこり嬉しい。カレンダーミキのにしてくれて嬉しい、ありがとうね。え、ホームページからミレいなくなってる、だってピエンピエンすぎる。本当に悲しい悲しい悲しい。ミレイが20歳になるのが10期10周年、その時にステージで10期揃った姿みたいな。そうなの？何それ。あ、確かにそっか、10歳で入ったからそうなるんかね。エモじゃんエモエモじゃん。ミキは17で入ったから27で10周年かな多分。あ、15分が経ちました。じゃあスクショタイムして終わろうかな。キラーンってしとこ、キラーン。3
3丸1で、ミレイキラーン。オッケー、丸かな。ということで今日からね、カジケンさんとのコラボも始まったので、皆さんたくさん油そば食べましょう。そして伊藤美希ちゃんのカードもゲットして、あ、 K2 のトッピングを頼んでね、伊藤美希ちゃんのカードもゲットしましょう。ということで、また明日も配信します。明日は21時より後ですねに配信しますので、ではまた明日、ありがとね。いやー、めっちゃカジケン食べたすぎて食べたいよー。みんなミキの分まで食べてきて。バイビー、またねー。制服の目公園で会おうねー。ありがとう、良い日曜日よー。バイビー。